ノートンコマンダーは、英国のノートンモータースが製造したオートバイである。ノートンモータースが前モデルのクーバンケル、ロータリーエンジンを搭載した、インターポールにの代替として提供した、警察用の機器を装備したタンザのコードネーム、P52 と、デュアルシートの市販型、P53 という2種類のコマンダーがあった。P52 と、P53 の、 双方ともにグラスファイバー製のボディパネルに内蔵されたパニアケースにより流霊な外観をしていたが、市販モデルでは取り外し式の荷物入れを好むツーリングライダーにとり不便なものであった。これが理由で P53 のボディは刷新され、後のモデルでは代わりに取り外し式のクラウザー K2 パニアケースが装着された。初期の P53 は、お式せのウエストミンスターグレーに、 ベニー色のデカールといった一色のみが提供されていた。クラウザー装着の P53 は設定モデルの一つであった。パーキンス、クリス、ノートン・ロータース、オスプレイ・パブリッシング、ISBN1 から855321815、マグラット、デレック、ノートン・ザ・コンプリート・ストーリー、ザ・クロウッド・プレス、ISBN1 から861260628、 ありがとうございます。